メイク直ししてない。もう暑すぎて適当に結んでます。最近ここ辺の毛が迷走中、切らなきゃ。こんばんは。夏の女の子って本当に可愛い。嘘。夏？今日湿気もすごくて、なんかまあ曇り予報？でなんか。一瞬だけ雨降ったけど、まあなんとかって感じの天気でしたね。あさかさん、すけさん、たこーたーさん、ハートたくさん、めちゃきのこさん、つのさん、ゆうちゃん、あかゆさんたさん、たこー、たこじゅー、ぷーちんさん、ゆうちゃん、たこー、ぴろしさん、ありがとうございます。梅雨って感じの天気でした。ん？ね、スイパラのコラボももうちょっとで始まるというか、もうちょっとで始まるイコールもう7月になるってことなんですけど、恐ろしいやー。
押しガチャ引いたよ今月は、忘れずに。千穂さんのと自分のをフル10回ずつ引きました。なんか低いんやけど。ねえ、ほんと蒸し暑すぎてびっくり。チョコミントパフェが食べたいですって。違いますよ、チョコミントですよ。チョコミントパフェじゃないです。チョホミントパフェです。間違っちゃダメですよ。千穂さんのファンなら。チョホハヒフヘホ。サラピアパフェかと思った。なんかいろいろ提出？なんかいろいろ提出したんですよ。さあ他にもご飯系何やったかな、ちょっともう忘れたんやけど、甘いもの以外飲み物じゃないやつも確か提出はしたんですよ。で、そうカフェモカにな、モカロンになったんですけど、なんかキャラメルソースはなんか気づいたらかかっとった。そう、気づいたらかかってました。そう、なんか分からんけど、そう気づいた時にはもう遅かったけんね、あの言い直さんかった。いや、そう言わんかった。もうおじさまにはハードルが高いって。高くないよ、スイパラは高くないです。試食何にもしてない、まだ何にも知らない、見ただけ。言い直したら何かけて、え、チョコソース、カフェモカにはチョコソース。でもまあキャラメルでも、てかまあソースはね、そんな大してあってもなくてもそんな大差はないので。甘くない飲み物、甘くない飲み物考えるの難しいけどね。ジンジャーエール、なんかもうただの単体になってしまう。白い目で見られないって、見られんやろ。しかもさ、コラボしとる時なんてさ、特にそのコラボのさ人がいっぱい来とるけん、 STU のファンいっぱいいるんじゃない。見られるも何もなさそう。練乳と衛生ないですよ、カフェモカに練乳なんてありえない。コーヒー、あ、ね、あれ思った、あれじゃない、ラテっていうか、あ、ラテアートっていうよりかはなんかシートが貼ってあるやつじゃない、食べれるシートみたいな、なんかあるやん、そういうやつ。
可食シート、可食シートが使われているみたいですね。これ何気にめっちゃ良くない？これめっちゃいいって思ったけど、ランダムなんですねこれ。ホットドリンク。でもこれめっちゃいい。ね、りゅういちさん結婚してギフトありがとうございます。そう、グッズもあるみたいで、どこまで出とるのかな、分からんけど、あ、もう出てんだ。まあランダムが多い。 NMB さんかな、なんかの時もめっちゃグッズとかあるってなったけど、まあそりゃランダムだよねって思ったのが記憶にある。ランチョンマット、自分の以外で食べたいやつ、まあでもやっぱチョホミントパフェかなチョホミントパフェかな。飲み物はやっぱカフェモカ自分のカフェモカ。ミントは別に好きじゃないけど、チョコミントは好きじゃないけど、ま、嫌いでもないので、推しのだったら食べたいって感じ。でもひなさんのピザも美味しそう。でもみちさんのパンケーキも美味しそうって感じかな。飲み物はさら絶対カフェ行って、カフェモカがあればカフェモカ飲むので、単純に普通に自分のカフェモカいい。なんか旗がつくんですよ、よしし、の旗がありますので。やじうまさんタコー、ありがとうございます。みんな何回か行かんといかんのやない。スイパラ、
冷たいカフェモカないのかなって。冷たいだろうどういうこと、冷たくないわけないじゃん逆に。どういうこと、それカフェラテのことじゃない、あれでしょ、メンバーの顔がついとるラテの方でしょ、それはカフェラテ、そっちは知らんけど、私のやつはカフェモカは、私のは冷たいやつです、もちろん。3000円でもなんかもらえるみたいけど、ちょっとしんどいって。そりゃ金欠ですね。朝行って夜行く、まあどんだけ朝に行ってどんだけ夜に行くかにもよるけど。なかなかった。まさひろさんタコありがとうございます。まあ詳しいことはちょっとそんなに私たちもみんなに出てる情報ぐらいしか知らないんですけど、ご飯食べた。さあ、ご飯食べたらお腹鳴るん、消化音ってやつか分からんけど。宮島めっちゃ暑かった。なんか今日の暑いは日差しの暑いっていうよりかは湿気の暑い、湿度の暑いって感じだった。めっちゃジメジメしとって、なんかさどんどん下がってくる。ちょっと待って。 OK、 ね、暑い、ジメジメしてる。もう全国的に雨っぽいんじゃない今週は、分からん、知らんけど。池田と二人でお出かけって珍しい気がした。嘘、そうそう、そう2期生で二人で遊ぶってなったら片手に入る人の気がするけど、いいけど、本田中美穂とか弥生とか凛子とかその辺がもう卒業してしまった今もう少ない気がするけど、宗行か池田か、まあシミサラもたまでも、なんかシミサラとはお出かけって感じではないかな。まあシミサラは学校があるけどね。二期ってなったら、そう、池田結構断るけど、なんかもう断る人間やめたとか言ってました池田、そう、サラがもうそんなに断ってくる人は私は誘わなくなるからって言ったら、そんな池田はそんなことない、もうゆらは外に出ることにしたいよって言っとった。
外に出た方が楽しいよって、そうだよ引きこもるなって言った引きこもったら人生暗くなるぞって、外に出ろって言って、そう言っておきました。でも本当にそうなんよ、なんかあのやっぱ一日中家におる人、明るい時間から行動したしってやっぱ充実度が変わってくるので、まあとは言っても今日池田はね、あのチューピーラジオがあるんやったけん夕方から、まあその夕方には解散したんですけど、でも宮島は3時間ぐらいで十分楽しめた。今日は2回、そう今までは2回ともリンコと行っとったけん、なんか結構リンコと行ったらなんかリンコあんま行動的じゃないけん、この前も寒い1回目行った時は急に夕方に行ったけん人が、あ違う、もう店が開いてなくて、でこの前行った時は寒すぎてあのリラックマのとこにあのこもっとったけん、そうっていうね。今日はでもいっぱい写真も撮ったし、久々にインスタのリールを作れるかもってぐらい池田がいっぱい撮ってくれた。絶対絶対リール作ってねって言われた池田に、絶対リール作ってね言われました。朝からは行ってないけど、まあ昼、ちょうど昼ぐらいには着くようには行ったって感じ。めっちゃ朝早くに行ったわけじゃないけど、まあ昼に着くように行くにはしっかり早く起きて、早く起きて準備がありますので、そう行かないといけないので。いや今日はねそんな混んでない方やった。なんか修学旅行生みたいなのがいっぱいおったけん、子供がいっぱいおったけど、あと外国人、外国の人、でもほんと外国の人とその修学旅行生抜いたらそんな全然おらん。今まで行った中では一番少なかったかも。どこも並ばずに行けてよかった。いっぱい食べました。まあ明日載せます、インスタのストーリーに。まるで今言っているかのように明日載せますまあ、宮島は 3,4 ヶ月に1回行くのがちょうどいいかなって思う。前回行ったのいつやっけ、何月かな、3月、2月、3月。寒かったよね、リンコと行った時。あれいつやっけ。前回はあんま写真撮ってなかったよね、今思えば。寒かったよね、とにかく外におるのが寒すぎて。2月だ、バレンタインぐらいの時に撮る。めっちゃ寒かったんよね。あんま写真撮ってないけど今回は撮りました。寒いし風が強かった。でも今っていうか今日もめっちゃ風強かった。クラコンの前ではないと思う。普通に行った。あ、チリパの前。あ？うん、そうそうそう。チリパの前に行ったの、あの時は。チリパ前です。3、4ヶ月に1回でいい。2月に行ってけん、3、4、5、6月やっけ、今。6月か。4ヶ月。うん。でもあれからもう4ヶ月も経ったんかって感じ。今日はねアイスが美味しく食べれる時期でした。船酔い全然せん。船酔いってか宮島に行くあのフェリーとかさ、ほぼ揺れてないようなもんじゃない。揺れを感じたことがない、あの船に乗って。8時半か。昨日ねお菓子を2個食べた。あれが美味しかった、じゃがりこの新しいやつ、レモンと、なんか
エアリアルみたいなやつ、エアリアル、エアリアル、エアリアルってやつを食べたよね。期間限定とかのさ、お菓子の方が美味しい気がするよね。サラ、エアリアル、サワークリームオニオン、めっちゃ美味しかった。これとじゃがりこのうま塩レモン食べました。でもあと今ね、期間限定系が結構いっぱいあって、今はこれも柚子塩レモン。あとこの前ね、東京駅で、あ、そう、東京駅であれあっとるやん、あの STU のさ、アイスボックスのやつあるやん。千代さんのサインなかったけん写真撮らんかったんやけどそう、千代さんのサインなかったけん撮らんかったけど、あのあそこでサラはじゃがりこの新しい味食べた。なんか手羽先、東海限定の手羽先味食べた。そう、並んどったけんやめた、森永は。なんかあのお腹いっぱいやったけんね、その時買わんかったけど、あのなんか飲み物あるじゃん、コラボ、コラボドリンクみたいな。千代さん誰とやっけ、沖さんとなんかドリンクでさ、パッて見たらさ、誰のか分からんけど、その STU のあのドリンク飲んどる人がおって、でもなんか別にオタクっぽくないっていうか、ファンっぽくなかったよ全然。でたまたま目の前通った時にパッて見たら、そう、誰か飲んどる人おって、そのあのアイスボックスのやつを、でもたまたま美味しそうで飲んどるんかなって感じだった感じでした。わかりません。そうっぽくなかった、なんか別に SE に興味があって飲んどるっぽくなかったよね。まあ私はね、ファン歴、オタク歴10年、そしてメンバー歴3年ぐらいとなれば、オタクっぽいかオタクっぽくないかは見たらわかるし、向こうがこっちを見てきた時の顔でもわかる。なんかぽい顔の人かそうじゃないか、こっちのこと知っとる目なのか知ってない目なのかとかもなんとなくまあわかるんですけど、あれはぽくなかったですねぽくなかった。まあそうやったとしても気づいてないと思う、向こうは。普通に目の前通ったけど、しかも、あ、飲んどるわと思ってガン見した。ファン、オタっぽい人はいたんですけど、でもそれを飲んどる人はオタっぽくなかったよね。まあでもあれは普通にさ、ただただ美味しそうで飲む人もおるんじゃない、きっと。食べたいけど食べるか悩むな。今日は食べ歩きで食べ過ぎたんでね、いっぱい食べたんでね。これ絶対美味しい。でもこういうのって食べ始めたら半分で終わることができないんですよね。てかめっちゃ人多かった、あのその東京駅のあのお菓子なんだっけ、お菓子ランドみたいなやつ、お菓子ランドみたいなやつ、めっちゃ人多かったよ。そもそも湿気ちゃうし、あ、そういうことね、湿気ちゃうしってことね、あ、湿気ちゃうよってことね。湿気ちゃうしって、あの関西弁のちゃうし何の話かと思う何の話と思った。片揚げポテトはマジで一番ではない、じゃがりこの次に美味しい。そう、人多かった、あのさら、じゃがポテ、違う、じゃがポテ買いたかったけど人多すぎてちょっと今日やめとこうと思ってやめた。チートデイそんなこと言ったら毎日がチートデイだ。確かにレモン味、なんかさ、瀬戸内レモン、スタバもそうやけどさ、瀬戸内レモンとかってさ、なんなんやろ、あのあれなんかな、
STU に入ったけん、その瀬戸内系の何かが気になるというか視界に入るだけなのか、最近瀬戸内レモン味が多いのか、意識的にみんなもオタクやけんさ、 STU のオタクやけん視界に入ってくるのか、どっちなんやろうと思う。だって別にさ、今までさ STU 入る前生きとる時に瀬戸内レモン味とか瀬戸内レモンとか書いてあるの、そんなに視界に入ったことなかった、気に留めたことなかった。半分でやめようかな、今日は半分でやるなとか言って開けちゃう。うまっ、うまっ。うちでも柚子塩超おいしい。どう美味しいの？美味しいもんは美味しいんだよ。限定、なんか最近デザート系の期間限定が抹茶ばっかで嫌なんですよ。抹茶好きじゃないけん、は でもこういうお菓子系の期間限定は最近おいしいやつ多い。私には仕事があるんだった。いい音でしょ、これは。でもこれ少ないよね、中身。
抹茶の何が嫌っていうか、単純に舌に合わないっていう、ただそれだけ。そう、なんかパッて開けたらなんか意外と袋の中めっちゃ空気みたいな、少なみたいな。ナーラブさん、タコたくさん、タコ30ありがとうございます。あとこういうのはだいたいめっちゃ味がついとるなーってところと、あんまついてないなーってところがあるんですよね。早っ。ピロシさん、タコありがとうございます。今のめっちゃ濃かった。今のとこめっちゃ濃かったです。なんかカラオケしようかなとか思ったけどさ、この iPad 普通のさイヤホンが刺さらんの忘れとった。なんでない、買わんといかんか。イヤホンってついてないっけ、買った時ついてないか、充電器だけか。あ、ついとんかな、あのアダプターみたいなやつもついてないんかな。背筋はついてない。なんだそれ。箱なかったよ。実家かな。じゃあ買わんといかん。
Bluetooth でやったらダメなんですよ。Bluetooth でやったら音がずれる。ケンジさん、かわいいギフトありがとうございます。iPhone 15 買いません。私携帯変えたばっかなので買いません。授業参観みたいな私服これ、目おかしいんじゃない、目がおかしいな。鼻歌配信無理、そんなんだったらやらんそんなんだったらやりません。授業最近怒らないねって、 iPad 変えたからね。アカペラで歌ってて嫌です。アカペラで歌わせようとしてくる人って何なん。目は至って正常ですって、じゃあセンスが感性、目感性がおかしいんだと思います。ビンビンさんありがとうございます。なんか変なコメントしかない、まともな人、まともな人コメントして。もうちょっとで半分、変な人しかいないので、普通の人しかコメントしないでくださいまともな人がコメントして、こういう時まともな人黙るからさ。治安が悪くなる一方だ。変な人でごめんね、だっていいよ。もう半分になるから、でもこれ元が少ないけん、どれぐらいが半分か分からんけどさ、まあなんとなくの半分でやめとこうかな。お菓子食べたくなってきたって、食べろ食べろ、食べてしまえ。太らないけど美味しいものを教えてって、太らない美味しいもの、まあ何でも派、太らんと思って食べたら太らんやん。でもさ、
本当か知らん、なんか美味しいので終わりたい、味が濃いやつ。うん、これ良かった。これはでもなんか本当に罪悪感を持って食べると太るらしいよ。本当か知らんけど。クパッドの応募いつからですかって、知らない。確かにまだ出てないね。いつか公式ツイッターに出る日まで。まあ確かに7月の分やけん、7月にやない。充電何パーになったかな、まだないな。充電が止まらんとできん。もう50分も経ったのか。自分も配信者が一食…いや、私は半分しか食べてないので、まあこの配信終わった後も食べませんよ、きっと。配信中には半分、まあ食べません、きっと。どのメニュー食べたいって、まあこの話さっきしたんですけど、まあでもやっぱ自分のサラピのモカロンと、チョホミントパフェ、チョホミントパフェと、まあやっぱあのランダムのカフェラテですかね。加食シート付き、メンバーの加食シート付きのランダムです。
電が。携帯に変えないといけない。あのシートは選抜しかないよ。だと思うよ、あの宣伝画像的に。リンコのないけ、15人かな。15人のやつじゃない？15人の息をする心のあのアーシャみたいなやつ。15分の1だから、まあ最悪20杯ぐらい飲めば絶対自分の出るんじゃない、分からんけど。15種でしょ、そう、多分選抜リンコ以外になるけん。うん、27、1、1、2、3、4。まあ出る人は一発で出るし、出らん人は多分30杯飲んでも出らんし。可食シート持ち帰れない、持ち帰れんやろ。持ち帰れないでしょ。あれ？だって飲み物の上にさ乗っとんやけんさ、シートとは言え持ち帰れるはずがない。あ、今日は池田といっぱい喋ったので声が出るんじゃないかな。っていうなんか増えてないんか、増えるわけないか、増えてません。夏が、あ、そうやん、さ今日久々にというか今日聞いてこの歌今にぴったりやんって思ったやつがあるんですよね。歌えるかな、高いかな。あ、おばちゃんね。おー、懐かしい。おばちゃんなんてあんま流してない。だからそれオーバーテイクが好きなんよね。ないよね、多分入ってない気がするけど。
側ってオーバーチュアが一番いい歌。一番テンションが上がる歌かもしれ
さあこの歌ねめっちゃ好きで、高2かな、高2か高 3? どっちやろ、どっちかの時の今ぐらいの時期にめっちゃ聴きよって、もう毎日本当に学校に行く時に聴きよったけん、その頃を思い出す歌。セリアさん、ケンジさん、ゆうちゃん、ヒューさん、スケさん、ターさん、朝香さん、ギフトありがとうございます。めっちゃ聞きよったよこれ。高いねでもこれ。高2か高3、高2、あそうだ、あれだよ、オーディションの時の HK5 期のオーディションの時やけど高2かな。うんうんうん、あーの時笑ってた。あーあそこだってワンツースリーって歌うところをサラはあーの方を全部歌った。そう、これを今日聞いて、うわめっちゃ今の時期の歌やんってなったんよ。何にしようかな、ね、夏。そう、アイドルソングはねもう夏曲が最高なわけですよ。1番だけにしよう。意外と低かったかな、また高いかと思ったら、やっぱ NMB さんとかいいですね。王道明るいソングアイドルって感じ。I'm not afraid to die.
なんかカラオケにもさ、ワンハーフってやつ入れてほしいな。あのライブとかでやるさ、フルじゃなくてワンハーフサイズ。ワンハーフ、高いかなこれ。この歌去年1年前だっけ出たの、めっちゃ夏聴いた記憶。でも初めて歌った。やっぱ昔の HKT さんの曲はね、やっぱ昔の曲がもう頭にこびりついているので歌いやすい。何百回と聴いてきたからね。でも意外と入ってないよね曲。意外と入ってない。
HKT さんの曲は2番も歌えるんですけど、ちょっと高かったこれ。Hey、めっちゃ懐かしい。めっちゃ懐かしい。あの自分のね、やっぱその時にオタクをしていた人はやっぱ懐かしいっていう感情になると思うんですよ。私はその頃にオタクをしていた人だからめちゃめちゃ懐かしい。マジでなんかあの頃の気持ちが思い出すよね。ちょっと水分。そう、当時の思い出が。蘇る。今日も宮島で鹿を見て「制服のバンピー」って歌った鹿を見て歌いました。思い出したんですよ。サタナ、やっぱ AKB さん曲がめちゃめちゃある。赤サタナ、夢にまで見た王子様よ、ささしい光こっち向いて、農家、歌えるかなこれ。めっちゃ最近ね懐かしくなって聴きおるんやけど、歌えるかは別。入りむず。
フです。でも歌えます。カラオケでやらないでしょ。私の彼氏よ、言えるけどね、言おうと思えば。言いたくないだけで。まさひろさん、おしめななみさん、たくさんギフトありがとうございます。ゆうちゃん、たーさん、さくさん、ありがとうございます。そう、かっこ言いたくないだけ、言おうと思えば言える。この歌を懐かしいと思いましたか、皆さん。ななななメッセージ、リアルにね、あのシンプルにさら、あの今はまあまあまあ呼び捨てファンタジーを歌ったから冗談で言ってくる人もいますけど、結構リアルにさらって呼んでくる人はちょっと嫌なんですよね。結構嫌だ。吉田って呼ばれるより嫌かも。なんかちょっと嫌かも。まあ初期のあだ名はさらだったんですけど、何言ってんだって感じなんですけど、嫌なんですよね。なんかサラのファンじゃなくて吉田って言ってくる人よりもサラのファンでサラって言われる方が嫌かも。はい、No, no, no.
夏ですね。あのね、イヤホン勢の方注意してください。今からイヤホンしてて鼓膜が破れても責任を得ません。大事なとこやぞ。
か昔もっとなっとったの。そういうことか。音があったらちっちゃくなるんか。目指し、この歌歌いやすいね。低い結構。最後大きい一尺玉でした。じゃあそろそろ、やっぱね夏が来ますから、これとあれを歌っ、まあこれとあれを歌って終わりたいと思います。夏の好きはご用心。嫌い。
ギフトありがとうございます。いや、嫌いって歌おうかなと思ったけど、やっぱ歌の歌詞だから忠実に守って歌いました。嫌い。じゃあ次で最後にしたいと思います。今何時だ。9時40分。おお、9時40分、すごっ。9時40分なので、そろそろ終わりにしたいと思います。それでは最後の曲です。
それではどうもありがとうございました。それではね、もうこんなに経ったということで本日も終わりにしたいと思います。まあ、今日は懐かしい曲と夏の懐かしい曲と STU 曲でした。アイドルしてたっていつもアイドルだわ。それではね、ランキング読みたいと思います。君が48位ほろよいさん、24位中野さん、13位さとけんさん、12位たーさん、11位メロンパンさん、10位ピルシさん、9位おいでませげんきさん、8位すけさん、7位けんじさん、6位あさかさん、5位セリアさん、4位カヘルサンタさん、3位やじうまさん、2位おしめななみんさん、1位ゆうちゃん。ありがとうございました。ギフトもたくさんありがとうございました。それでは終わりたいと思います。どうもありがとうございました。バイバーイ。